GM チャンネルスタッフ22回春子の元帥流ゲームマーケットスタッフがお送りする GM チャンネル、今回担当するのは五右衛門と山田です。はい、ということで、はい、22回、はい、キャラクターも揃ってますので、そうですね、行ってみたいと思います。行きましょう。はい、ということで今回はですね、うん、スノーマンスノーマンジョヤベルンジョヤベルンということで、ジョヤベルン、はい、我々撮ってましたね。そうですね。はい、ということで、まあ、スノーマンはね、うん、我々山竹で何回もやらせていただいてますから、そうそうそう、俺らからしたら勇者、彼を信じてます。はい、ジョヤベルンはね、ワンウェイレースがやっぱ強いと思うんで、うん、とにかく当たっていこうスタイルでいきましょう、うん、当たりましたね。いいね、早速いきますか。いいね、俺結構厳しい戦いもんだよね。いや、俺いけると思うけどな。なに、バハムート X? はい、あいつさえ怒らせなければ大丈夫やった。はいはいはい、いけるでしょう。で、俺はレーザーが痛いんで、あ、倒しに行くしかない。うわ、オッケー、危ね。いいね。はい、俺はね、とにかく抜けようと思います。それはジョヤベルに当たって、うん、いいですね。はい、まあ確実にね、ここは大丈夫ですから。うん、こんなとこでつまずいたら、いや本当に修行旅やめなあかん。やめなあかんね。もうそのレベルです。初手で負けたら、はい、ここもきついんだよな。そう、ザクが痛いねんな、この。でもこれ22回ハマれす上かな、いける。いや、でもこっちそっちの方がいいかもしれない。あ、いいね。よいしょ、素晴らしい、いいでしょう。じゃあ私、はい、これは、まあ、とにかく当たるよ。そうね、うん、まあ横間か下かですけど、下にでも挟まれたらいいなって思うけど、まあ、はいはい、無理かな、ちょっと。あー、あー、いったけど、おお、ナイス、狙いました。うまいですね。もちろん当たり前じゃない。まあ我々修行の旅やってますからね。そうですよ、はい、あえてね、あえてね、あえて、はい、を狙う。俺下な気がするけど、友情かな。でもまあそうよね、とりあえず友情ジョヤベの当てとこうスタイルはダメだった気がするけど。ダメね、痛いね、痛いね、ハート出たね。そうだね。どうする、とにかくジュアベル当てる。これだったら当てていいんじゃない。あ、縦いって、そうだ、ね、まあ、うまい、確実にね、縦か。あまりなかったけど大丈夫でしょ、これなら1体やったらいけるか。うわ、1体でもやばいやんか。あぶね。でもハートでかくなったから。そうだね、ワイだし、しかもこれどうする？これね、どっちがいいかな。上から行った方がいいか、一回こいつだけ倒すか。まあそうやね、最悪取っちゃってもいいし、うん、こいつだけ倒していけるよね。ハート取れるか。ハート取ってもいいよ。ああ、まあまあまあ仕方ない、キーハンならないか、うん、でもこれで2つ取って抜けようか、うん、とりあえず、とりあえず抜けちゃいましょう。うん、迷ってますね。でもやっぱさ、角度重要やから。まあね。あ、うまい、よく見事だった。当たり前でしょ。これでさ、やっぱさ、うん、ジョヤベルン先頭じゃない方がいいよね、多分。まあそうやな、ジョヤベルンしかも2回連続になるから、本来当たりに行きたいからね、うん、極力スノーマンからスタートしたい。こういけるかな。いや、きついんちゃう、いける。おお、あー、当たらないか。まあスピードがな、あとちょっとあったら行ってたかもしれない。やばし。いや、どうしよう、これハマってんじゃん、これ。でも横だよね、落ちるしかない、ね、横しかないか。カンカン取りに来てか。うわー、オッケー、オッケー、おー、よかった、悪くない。もう一体ぐらい倒したかったけど。そうね、うん、仕方ないでしょう。体勢痛いな。まあでもジョヤベルの体勢は助かる、助かるけど痛い。これいけるか、俺狙うね。でもそっちしかないか。ないっしょ。おっしゃ、おっしゃ、すごい、あざっす。うまいね、あざっす。でも俺挟まってんねん、これ最悪。これこれどういこうかな。でも縦しかいけなくない。いけるかな。でも多分これハマってるよな、多分。でもこっちしかないよな、多分。おー、いけい、おっしゃ、抜けました。素晴らしい、ザコン一体になりました。耐えろよ。うー、あっぶね。直線やったね。キハ来た、直で取ります。そうやね、これ多分ジョヤベルにも当たるべ、角度的に。当たるでしょう、さすがに。当たってくれよ、下から。あ、でも一回、そっか、触れてからの大事、大事。おー、危ねっ。オーケー、一瞬一瞬怖かったね、うん、まあまあまあ、ジョヤベルに当たりたい。そうね、これでも超危険な位置だね、一ピースノーマン。オッケー、よっしゃ、そうやね、大丈夫か、大丈夫。うーわ、まあまあまあ、ハート取っといてよかった。大丈夫でしょう、
いけるよね。ジョイラベルに当たれば。とりあえず2体当たりたいよな。そうだね。これ厳しい。でも角度当たってないよね、頭。いや、わからんな、これ。かすってんじゃん、これ。ねえ。よかった。オッケー。ナイスナイスナイス。危ねえ。ナイス、ちゃんと宝箱も取って。このかすりの判断、超むずいよね。うん、そう、大きさがちょっとね、わからん時があるから。そうなんだよ。よっしゃ。ここは、2体とにかく当たって。ルートじゃないから。そうよね。で、スノーマンにも行きたい。よっしゃ。オッケー。よしよし。ナイス。いいんじゃない？とりあえずね。とりあえずいいでしょう。で、できればジョヤベルンの方が良かった。ジョヤベルン？スノーマン？ジョヤベルンに当たってくれた方が大勢。どうする？下行くの？下行くの？下じゃない？下行く…まあまあそうか、下か。回復しながら反射員も倒しに行くっていう。なるほどね。俺やったら絶対上行っちゃうかもしれない。行け！オッケー！行ったー！さすが！あざし。さすが五右衛門先生。さすがですね。これでも次耐えたら金派だよね。そうやね。ちょっと取りたくないけど、ちょっとどうしようかなって思うよな。いやー、どうだろう。いや、どうしようかな、迷うな。結構ジョヤベルンでもいい気がするけど、耐えるかどうかだよね。キーワードいか。ザコ一体倒したよね。上行った方がいいような気もするね。左上スノーマンの方。いや、一応当たるか。うわー、大丈夫かこれ。大丈夫大丈夫大丈夫。オッケーオッケーオッケー。いや、なります。うわ、なりました。オッケー。これ直取ります。とりあえずね。おお、ドキドキや。よしよしよし。オッケー、もう全然大丈夫。全然大丈夫。いける。ジョヤベルン当たっていけば、うん、大丈夫。まあ縦かな。だよね。とりあえず。そうね。上入るかもしれんけど。まあ倒して下でもいい。下手すりゃ倒す。あ、オッケー。オッケー。よっしゃよっしゃ。オッケーオッケー。全然全然オッケーでしょう。で、私からか。そう。はい、来ましたね。ボス。ボス戦ですね。いいやん、でも全然。悪くない。全然いけるよ。いや、ここからやね、だから。そうだね、勝負はここからだね。まず感じます。とりあえずね。とりあえず怒らせないことが重要。オッケーオッケー。倒せないのか。倒せへんのか。うわ。なるほどね。スノーマンに全部当たったね。やっぱ痛いね。どうしようかな。でも上。あ、そう、上が一番回復しやすそうやもんな。あ、でもどうしようかな。ちょっとこっちかな。当たってる気はするよね。なんかそうやね、かすってそうな気がすんねんな。いや、当たってたよな。やっぱかす。あー、まあでも、あー、まあ、うんって感じか。うん、悪、うん、うんって感じ、ね、セーフ。ちょっと回復したしぐらいの1割ハートは出たけど、上ちゃうか。上かな。下難しくない？だってこれでも、お、あの下のあの狼みたいなの倒したいけどな。うん、で上やろうな。そっち、俺やったそっち行きたい。俺やったそっち行く。よっ。おー、あったね。オッケー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 。よしよしよし。全然全然あざし。全然いいでしょう。上ハートでよかったよ。おー、よっしゃ、あざす。来ました。いや、まあでも、あんま取らなくてもいいか。次攻撃来ないし。そうやね、まだ取れたらラッキーぐらいの感じで、うん、ただとにかくジョヤベルンに与えたいよね。そうだね。下行ったらいいんじゃないかしら。下行きたいな。それで下に行きたい。行きたい、これで行きたいぞ。行けないか。行けない。行けないか。まあでも大丈夫。まあ雑魚処理ということで、うん、俺が取れる。オッケー、お願いします。よいしょ。オッケー、ナイス。いいでしょう。ジョヤベルン当たらなかった。まあ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 、仕方ないんじゃない。あれは大丈夫か。ハート取ること言って。いてててて。大丈夫、全然大丈夫。抜けるでよ、これも。じゃあ、え、でもこれ抜けて大丈夫。え、でも抜けないと終わるか。やばい、やばくない。大丈夫かな、これでも。なんかやばいやつ来そうな気がするね。いや、オッケー。でもこれ HP 耐え。あ、ロッキー。あ、残った。オッケー、全然いい。どうしよう。これハート待ちしないと次やられるよね。あ、まあそうやね。とりあえずね。うわ、怖いね。この横感、この横感怖いね。さあ、キハ抜けるよ。抜けてもいいしって感じやな。うん、まあそうやね。まあ、とりあえず次あれだもんね。そう、まあスノーマンからやったらランダでもいいもんね。そうやね、溜まってるし全然いけるし。よいしょ。はい、あっち
近いけど、まあ、大丈夫か、大丈夫大丈夫、ランダが全然大丈夫、いい流れ、全然いい流れ、うん、いや、いけるんよ。そうね、ここからやねん。ここもやばいの。そうね、打つよ、絶対。勇気がある人はあの横缶行くんだろ。横缶は怖いってこれ、さすがに打つって絶対。そうだよね、うん、打ちましょう。はい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 、なるまん落としでしょ、倒しはしませんと。ぜい、痛いね、痛いね、もう若手でも痛いね。そうね、これどうしよう、うわ悩むなこれ。左、いや、まあでも左しかないような気もするよな。上に暴れるっていうのも、右でも多分しょうがないもんね。そうやんな、これスノーマン2体当たって、そうやな、多分その流れちゃうっていうだよね、うん、そういくしかないと思う。オッケーオッケーオッケー、悪くない、悪くないでしょう。そこなら俺も当たり、うげー、安いけど痛いな。これトランとやばくない？やばいけど、でもまだ大丈夫か、次レーザーか、うん、とりあえずジュアにも当たっときたい。おっ、あーそうだ、いやー倒せない。大丈夫、まだ大丈夫、まだ全然大丈夫です。オッケー、これ取るよ、うん、もう取った方がいいと思う。オッケー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 、よし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 、うまい、ザコ倒した、いいでしょう。オッケー、いいです、最高やな、最高やろこれ。これいけるフラグでしょ。いけるね、流れ来てる、来てる、一発いくんじゃんこれ、もしかして。オッケー、うぅ、まあ、まあ、ね、大丈夫、金波取ってよかった。これでもいけるね、抜けちゃうスタイルで。うわ抜けない、ない、抜けないのね、なるほど。あ、でもいいや、これで俺でハート取りたいね。ハート取って抜ければ、うん、流れ的な最高、また右にはまりに行けば、うん、オッケー、よし、ナイス。これでだってランダからいけるもんな。そうだね、オッケー、いいぞ、いい流れでしょう。ラストかな、ラストゲージ。意外と22の方が行きやすいかもしれないな、21の時は。意外と確かにね、うん、まあサンマとかじゃないから、そう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 、スノボ優秀ですから、ゲージの恐怖はないから、はいはいはい、そう、前のコメントにもあったけど、ゲージのあのアイテム使ってもよかったんちゃうみたいな。あ、そうあったね、ありましたから。オッケー、倒せるんだ、倒せるね、面白い。あれなんかステージなんてやっぱ違う、うわやばい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 な、これどうする、これでもハート取りたいか、これでもやっぱ反射員のことも含めて下じゃね、下か、下のジュアベルに当たるか。オッケー、ナイス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 、回復はちょっとやけど、うん、え、これ俺でもやばくね、どうする、これハート取らないちょっときついぞ。え、これどうやって取んの、もうちょっと横関して下がりながら行くしかないんじゃん。え、遅いよね、やばいな、これだって右、やばい、ね、そう、バムトの左下に、いやでも、そう、まあ、うわ、でもここそうやね、ハート取らないやばいと思うの、でそっちしかないよ、そっちしかないよ、あー、あー、やばいか、これやばいじゃん、これあかんやろ、レーザーと反射レーザー、あーって金波遅いわ。てか挟まってんなよって感じだよね。そうやね、マジかー、やばい、帰ってきました、戻ってまいりました。さあどうしよう、これ波動砲撃つよ、そうやね、撃とう、攻撃力アップしてるし、そうそうそう、そうやね、さっきのステージちょっと攻撃力アップしたんで、こっちよね、そうだね、真ん中と右下、あ、2体いけたらいいね、うん、どんだけ効くかわからんねんな、でも倒せ、倒せるかな、あー、オッケー、よっしゃ、オッケー、でかい、これはとりあえず2体、はいはいはい、うわ、1体ね、やっぱりこれは回るしかない気がするんですが、でもジョヤベルに渡りたい、ね、行きたい気持ちはある、で渡りたいねんけど、まあ、しかし、回復でしょ、オッケー、とりあえずね、いいでしょ、いいでしょ、オッケーオッケー、位置もいいでしょ、いい位置でしょ、で、ここでしょ、俺は絶対当たりたいよ、上は倒したいね、そう、絶対2体当たりたいから、よし、倒したよね、下も、おー、いかないか、倒さない、大丈夫だよな、オッケー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 、大丈夫でしょう、オッケー、いいんちゃう、で、これさ、波動砲撃つって、うん、どうなの、いやー、ないんちゃう、波動砲、いや、でもどうなんやろ、バハムト X にどんな気効くかわからんからな、どうする？どう思う？いやー、俺打たへん方がいいような気がするけどな。でもそうかー。わからん、わからん。もう五右衛門に任せるわ。もうだって時間ないしさ。
信じない。信じないの。オッケー、いいでしょう、全然スノーマンに当たったし。俺ね、上か、上入りたいよね。え、でもどうだろう、ジョヤベルに当たるかどっちかだね。そうやな、どっちやろ。まあでも上のような気すんねんけどな。どうだろう、あのスノーマンついてるし迷うな。上か。そう、ただ大きさがわからんねんな、これ。それな。うわー、やばい、やった、やった。まあ、大丈夫か。やばい、近いか、近いか、やばい、そう。近いか。耐えて。うわ、オッケー、まだ大丈夫。オッケー、オッケー、ハート開いた。待って、弱点きた。カンカンしましょう。カンカンしましょう、これ。ハート取らんで大丈夫か。ハートよりもカンカンちゃうの、これ。いくか。勝負。どんだけ入る。よし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 。よし。耐えろよ、耐えろよ。これ来た、オッケー。おお、来ました。山田、決めろ。 SS 打ちますか。いや、あかんよ。SS 打たない。何を言うとんの。 SS 打たない。決まるでしょう。マッチ行きましょう。決まりました。しかもマッチ。よし、うわ、イエーイ。行きましたね。勝てるね。行きましたね。今回しかアイテム使わへんかったよ。素晴らしい。行けたね。いや、これ登り詰められるんじゃないですか。いや、さすがに無理やろ。俺30回ぐらいでもうなんか無理な気がしてるから。いや、でもでもいけたもん。素晴らしい。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、いやー、よかったっすね。いや、よかった、全然。さすがスノーマン。いや、結構ヒヤヒヤした場面あったけど。そうね、ジョヤベルもすごいよかったね。そう、でもやっぱスノーマンのあの、やっぱ俺らからしたら勇者感がさ、勇者感ね、今回も発揮してたと思う。もう勇者とか言ってんだったら運曲すれたな。確かにね。はいはい。いや、よかった。よかったです。はい、ということでですね、はい、この動画良かったと思ってくれる方は、うん、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。次は、うん、鬼門の、いや、23回でございます。23回は、まあ今でこそガチャキャラいるからいいけど、俺ら使えへんからね、修行の旅は。しかもユミルもいないからね。撮りに行く動画を撮ってもいいのかもしれないぐらい。いやー、どうでしょう。どうしようかな。まあ皆さんコメントでお待ちしております、はい、ということで本日はここまで。はい、また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。GM コイン。